F1 のレギュラーシートはたった20しかないため、それによるシート不足問題が深刻化しています。2021年の F2 チャンピオンのオスカー・ピアストリはアルピーヌを蹴り、マクラーレンに移籍してまでレギュラーシートを確保しましたが、それでも1年間は浪人生活を送ってしまいました。伸びしろしかない若手ドライバーが1年を棒に振ることはとてつもない損失と言えます。つまり F2 から F1 に昇格すると同時に、まずはレギュラーシートを手にすることが非常に重要かもしれません。過去10年の F2、 そして前身の GP2 のシリーズチャンピオンを見てみると、タイトルを獲得した翌年に F1 のレギュラードライバーになったのはルクレール、ラッセル、ミックのわずか3人だけとなっています。2年以内に F1 のシートを得たのはジョリオン・パーマー、バンドーン、ガスリー、そしてピアストリの4人だけで、デフリースは F2 のタイトル獲得から4年後の今年 F1 デビューを果たしています。しかし2013年のチャンピオンのファビオ・ライマーが F1 デビューを果たすことができず、昨年のチャンピオンのドルゴビッチも今のところ非常に微妙な立ち位置にいると言えます。デフリースはフォーミュラ E、 ガスリーとバンドーンは日本のスーパーフォーミュラでレースができていたので、勘を維持するには最高の舞台だったと言え、リザーブドライバーという名の浪人生活を送らずに済みました。今年はレッドブルのリアム・ローソンがスーパーフォーミュラで大活躍していますが、2年目の F2 でランキング3位は手にしたものの、ヘルムート・マルコから課されていた F2 でのタイトル獲得という目標はクリアできませんでした。歴代の GP2、F2 のチャンピオンたちは誰もが認める F1 ドライバーになる素質、才能があることは間違いないですが、その後の F1 のシート事情により、その才能が開花するかしないかが分かれてしまいます。おそらく、すべてのチャンピオンたちに、タイトル獲得の翌年から、2、3年にわたり、F1 で経験を積むことができていれば、今現在のドライバーラインナップは、大きく変わっていたように感じます。つまり、F1 で活躍できるかどうかは、実力はもちろんですが、それ以上に運とタイミングと言えるのです。2020年に、F2 参戦初年度で見事にランキング3位を獲得し、スーパーライセンスの発給条件をクリアした角田裕毅は翌2021年からアルファタウリのレギュラーシートを手にしました。ライセンスポイントが導入されてから F2 を1年で卒業したレッドブルの育成ドライバーは今のところ角田裕毅しかいません。彼にはホンダという大きな後ろ盾があったとはいえ、間違いなく彼は自らの実力を結果で示したドライバーです。しかし角田裕毅があと数年早く F1 に現れていたら、結果は大きく変わっていたかもしれません。2017年に F2 でランキング10位、2年目の2018年にランキング3位を手にしたアルボンは2019年にトロロッソのレギュラードライバーになり F1 デビューを果たしました。アルボンは2戦目でポイントを獲得し、非凡ぶりを発揮していましたが、十分な経験を積まずに、サマーブレイク明けの第13戦ベルギーグランプリから、いきなりトップチームのレッドブルに昇格したのです。アルボンはガスリーとシートを交換する形となりましたが、そのガスリーも2018年に F1 フル参戦を開始したばかりでしたが、レッドブルのリカルドの電撃離脱の影響で、万全な準備ができていない中でレッドブルに昇格していました。今でもそうですが、すでに当時のレッドブルはマックス中心のチームで、特にこれからマックスがタイトルを狙いに行くという時期でした。マックス自身もトロロッソでの経験は1年ちょっとしかありませんでしたが、レッドブル昇格後にいきなり優勝するという離れ技を披露した逸材です。ガスリーやアルボンもマックスと同じような経験の中でレッドブルのシートを得ていましたが、もしかしたら当時のヘルムート・マルコは彼らに対しマックスと同じような活躍を期待していたように感じます。その結果、ガスリーに与えられたチャンスはわずか12戦、アルボンは1年半となる計26戦だけだったのです。ガスリーのレッドブルでの最高位は4位が1回で、
12戦中9回入賞していました。アルボンは2度の3位表彰台を獲得しており、26戦中20回も入賞していましたが、この成績でもレッドブルはあくまでマックスを基準に考えていたため、彼らに満足していませんでした。結果的にその時点で彼らは失格の烙印を押され、その後トロロッソに降格したガスリーは、どれだけ活躍しても再びレッドブルのシートを得ることはできず、 DTM で経験を積んだアルボンに至ってはレッドブル以外のウィリアムズのシートを獲得したのです。このように、もし角田裕毅がガスリーやアルボンと同じ時期に F1 に昇格していたら、一時的にレッドブルに昇格できていたかもしれませんが、ある意味異常とも言えた当時のレッドブルの判断基準の餌食になっていたかもしれないのです。ガスリーとアルボンが現在の角田裕毅のようにトロロッソとアルファタウリで3年間経験を積んでいたら、結果は大きく変わっていたように感じます。もしかしたら育成外のペレスを獲得せずに、レッドブルの育成内でうまくドライバーを管理できていたかもしれません。これまでのレッドブルの育成ドライバーで F1 の直下カテゴリーの GP2 や F2 を1年で卒業し、翌年からトロロッソやアルファタウリで3年間経験を積んだドライバーは角田裕毅ただ一人です。フランツ・トストさんのルーキーが F1 に適応するには3年かかるという言葉が証明するように、今シーズンの角田裕毅は驚くべき進化、成長を遂げています。これまでトロロッソでデビューを迎えたルーキーの中で F1 で経験を積んでいたドライバーがチームメイトになったことはありません。同時に F1 デビューを果たしたり、ほぼ同じ時期に F1 デビューを迎えたドライバーばかりでした。トロロッソの位置づけはレッドブルに昇格できるドライバーを育てるためのチームなので、それは仕方のないことかもしれませんが、結果的にこれまでのドライバーは身近なチームメイトはただのライバルで、そこから学べるものはなかったと言えるのです。ガスリーとアルボンの失敗からレッドブルのルーキーに対する考えは明らかに変わったように感じられます。2021年にミックとマゼピンといったルーキーコンビで挑んだハースは結果的にうまくいかず、ミックにとっては成長できる環境ではなかったと思います。対照的に2020年に F1 初優勝を手にしていた経験豊富なガスリーをチームメイトにし、2年間彼の下で経験を積んだ角田裕毅は、まさにルーキーが成長できる最高の環境を手にしていたと感じます。これまでにもトロロッソで3年近く経験を積んだドライバーはたくさんいますが、結果的にその後トップチームに昇格したドライバーは一人もいません。サインツにはその可能性はあったと思いますが、デビューイヤーに彼がマックスとほぼ同じ成績を収めていたことで、すでにレッドブルに昇格していたマックスが彼を拒否したという噂もあります。その後ルノーに貸し出され、最終的にレッドブルとの関係を断ち、マクラーレン、フェラーリのシートを手にしています。もしサインツがマックスと同じ時期に F1 デビューを果たしていなければ、その後の状況は大きく変わっていたかもしれません。つまりタイミングが悪かったと言えるのです。レッドブルとホンダの関係は2025年で終わりとなりますが、2026年からはアストンマーティンホンダが誕生します。つまり現状の角田裕毅には2つの道ができたという考えもあります。しかもどちらの道に進んだとしても F1 で数少ない勝てるチームであることは間違いないのです。角田裕毅はこれまでのレッドブルの育成ドライバーの中では最高の環境で経験を積み、その後の選択肢が増えるという最高のタイミングに恵まれていると言えるのではないでしょうか。彼のこのタイミングには運命的なものを感じてしまうのは私だけでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。